はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。小川様、久保田様、みゆき様、横田様、秋山様、アシュシュ様、武蔵野親父様、のりお様、たまらんちん会長様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金にさせていただきたいと思います。大人の事情で、昨日2月27日の動画は非公開になりました。国家社会主義労働者党って言わないとですね、つべの AI と検閲官が過剰反応するようでして、コラボ弁護士が、ひまそらは国家社会主義労働者党で、カンパしたやつは国家社会主義労働者党員、ひまそらは仕事していない金持ちだから国家社会主義労働者党呼ばわりしても問題はない、やや錯乱しておりましたけれども、ひまそらさん、これ名誉毀損で訴えねえのかな。公然と名誉毀損、っていうのが成立要件なんですけども、つまり、部屋の中でその名誉毀損しても2人しかいないとことか、密室で名誉毀損しても成立しないんですよね、これね。有料視聴で公開の場じゃないから何を言ってもセーフってへりくつこねる。こねそうだな。コラボの弁護士な。産経記事、帳簿再提出を勧告されたコラボだが、27日時点でまだ出してねえ。と、に聞いたら、勧告を無視しても法的拘束力はないんだって。つまり罰則なんかはないみたいなんですけれどもね。ネットの反応です。福祉保健局解体されるまでのらりくらりの時間稼ぎじゃね。福祉保健局解体の7月まで逃げそう。提出しなくても罰はないけど補助金は停止になるんですよね。罰則ないならバックれるんじゃね、これ。措置結果に対して不服として住民訴訟を起こされるから逃亡は無理。勧告を無視したら住民監査請求制度が終わる。普通あんなずさんなもので公金もらえねえよ。よって都の職員もグル。勧告に従わないような団体に補助金は出せんよね。まあ本人たちは不正ないって言ってんだから期限通りの提出すんだろ。コンプライアンス。崩壊今日2月28日17時ぐらいまで、まあ役所ってそのぐらいですよね、出すかどうかは不明であります。もうひょっとしたらこの瞬間にも出てんのかもしれないですけど、領収書はですね、都内の共産党支部とか政協とか、議員とかに協力要請すればなんとかなったと思うんだがな。2600万円分ぐらいの領収書集まったんじゃねえかなって思うんですけども、1年間の、事業業績と領収書と用途を辻褄合わせる、捏造する、シナリオを書く脳みそがなかったのかな40日以上あったのに。それとも、もともと人の稼ぎを当てにする怠け者の共産主義者どものことだから、サボってて夏休み最終日にギリギリ頑張ったがどうにもならなかったって感がしますよね。共産主義者ってね、生産とかには建設とかには全然興味なくて、人が作ったものを奪って分配する、それを支配するということばっかりに興味があります。つまり連中は生産的でない、建設的でない、怠け者っていう風になりますね。ひまそらさんは結果がどうでも行政訴訟する予定だそうで、変な帳簿ではい OK ってやったら行政訴訟で、変な帳簿で、注意勧告戒告とかの軽い処分だったら行政訴訟、変な帳簿でこれやっぱダメだねってことになったら都の責任を追及して行政訴訟だそうなんで、もしグズグズ出さなかったら裁判で不利になりますね。不正がないって威張ってたのはどうした、不正ないなら出せるでしょ、なんで出さないっていう行政訴訟に不利になりますね。2021年度分2600万円をクリアしてもですね、執行中、今現在執行中の2022年度分4500万円が控えている状況であります。まあコラボ弁護士が錯乱するのもなんかわかりますね。コラボだけにとどまらず、福祉保健局長や、小池のり子まで届いてほしいものであります。ひまそらさん、パップスの活動に弁当を下ろしてるのは共産党文京区区議会議員
小林玲子の旦那の店、池内沙織も行って草、別に隠すことなく誇らしげにツイートしてて発覚いたしました。ネットの話、一食2700円ってこれか、一食2700円には到底見ない。まあ画像を見ましたけれども、300円ぐらいで売ってる弁当、あれじゃないですか、卵焼き一切れぐらいついてるやつ、あんな感じでした。本当にズブズブジャブジャブ、業務委託費の443万9000円が丸々共産党弁当へだと俺は予想する。一食あたりいくらで買ってて、年間何食をどういった契約で結んでるのか知りたい。弁当屋が食材仕入れてるのが盛況、盛況が仕入れてるのが中京であれば薬満、うまいこと言うな。これ介護事業でも介護業界でもよくやってるやつですね。普通の安そうな弁当が一食1000円で税金補助で、弁当屋は介護会社の社長の奥さんの会社とか、そんなこと言ってんだそんなこと言ってんだ。共産党がコラボをかばう理由の一つと、共産党がコラボをかばうも何も一体化してんじゃねえのかなって思いますけどもね。盛況が共産党スーパー部、スーパーマーケット部のように、コラボは共産党の錬金部なんじゃないかな、思いますけれどもね。2月17日から音沙汰なくて、生きているのかさえわからない代表ニート無能さんなんですけど、なんかあの全てを押し付けられて、どっかで発見される可能性すら出てきましたね、これね。2月17日には、トファが公式ホームページから公約を消去した日でもあります。黙ってる、余計なこと言うな。一斉通達でもあったんでしょうか。トファの公約、情報を隠蔽しませんって言って、あのノリだらけの、回答ですか。ここがまずかったんでしょうかね。相変わらず小池のり子はですね、だんまり決め込んでですね、都議会での質問は代理が答え、記者会見は事前に提出した質問しか答えないっていうやり方で全力回避中であります。小池都知事はコラボ問題をに触れたくない、つつかれたくない、だんまり決め込んでおります。2月28日衆院予算委員会、岸田総理、憲法第24条第1項で婚姻は両性の合意のみに基づいて整理すると規定しており、同性婚を認めないのは差別ではない。差別してんだろって聞いたのは、共産党の宮本徹だか哲だか、読み方わかんねえ、宮本、共産党が推進するなら反対と、ネットの話、単なる区別だろ、どうしても差別ってことにしたい共産党、感情論で法律を作るのはおかしい、たった一行で速報とか、共同通信はよほど重要なことなんだな。まあ、共謀通信とも言われてますね。そもそも党の同性愛者が同性婚なんか求めていないっていう、婚姻は法に基づくもんだから差別ではない。国民はほぼほぼ皆さん理解しているよう、ご利用ししてんのはパヨだけ。じゃあ会見しましょうかって言ってみたら、共産党ひるむからさ、総理。同性婚を認める危険性、永住権の安売り。これあの婚姻、寝たきりのおじいさんでも、男と結婚したことにして、その外国人の男は永住権が手に入ると。戸籍が混乱、背乗り、背乗りしやすくなる、LGBT 法と困難女性支援法の合わせ技でいくらでも公金を据える、などなど危険しかないんですよ。メリットなんてね、あの日本はこれこの通り、同性婚に同性愛に理解がありますっていい人ぶれることだけじゃねえのこれ、理解がありますよ我々もっていい人ぶる。自民党バカ議員どもがいい人ぶりたい欲望に曲げんなよな。議員のそれってですね、欲望通り越して渇望ですか。だから厄介なんですよ。持論ですけど、いい人ぶりたいが国を滅ぼすが私の持論。国家社会主義労働者党党首、男が女らしく、女が男らしくなれば国が滅びる。なかなかいいこと言ってんなぁと思います。昨夜の動画で間違いありました。1週間で5分もNHK 見ないのは 45.3% でした。見ないのは 54.7% って言っちゃったんですけど、逆でした。まあ大して変わりないですけど、ネットの話、テレビ捨てた俺、高みの見物、受信料制度がテレビ離れを加速させてるのは事実。学生だとか、ほぼゼロだろ。見ないもので金を取る。窃盗団。それでも半分見てんのか。若年層なんか、全然見てないでしょ。一度も払ったことがない。スクランブル、民営化、国営化、潰す。さあ、どれ。スクランブル。
にすると、まあ、潰れるんですけど、今は停滞しているが、BBC に対して、ジョンソン、イギリス首相の出したアイデアはですね、今年間一律159ポンド、受信料を払ってるけど、これ重量制にすっか、だった。つまり、少なくしか見てない人は少なくお金払ってよ。これって視聴時間ゼロだったら支払いもゼロになるんだろうか。そうすると、実質スクランブル放送だってなりますよね。NHK が嫌がる理由、スクランブル放送、売り上げ半分以下になって崩壊するから、いやー、民営化、民放やネットフリ、アマプラと戦わなくちゃいけなくなるから、いや、国営化、職員が公務員となり、給料が3分の1以下になるから、いや、潰す、いや、どれもこれも自分勝手全開なんですよね。そんなの許さねえぞ。次回 NHK スクランブルデモは4月2日であります。皆様よろしくご参集ください。立憲と共産党のクズども、生産的な意見や建設的な意見は言いたくないんで、ジェンダー、LGBT 言ってますけれども、20代でやっておくべきことは何ですかと聞かれたジョイさんがですね、出産と答えたら、会場激震だったそうで、共産系のエセフェミが発狂したんでしょうかね。ジョイさんが述べた20代で出産するメリット、お産が軽い、妊娠しやすい、ダウン症などの発生率が低い。あ、これね、女性の卵子って生まれた時に全部お腹に入ってんだって、卵巣に入ってんだって。だいたい400個ぐらい卵子を持って生まれてくるんだって、女の人は。でですね、20歳の女性の卵子は20歳、30歳の女性の卵子は30歳なんだって。ですんでね、40過ぎると急激にダウン症の発生率が高くなる。つまりですね、卵子もですね、その女性と一緒に年を取ってしまう。つまりですね、若い女性の卵子は生きがいいとも言えなくもない。別にこれ差別じゃないですよね。医学的な話ですからね。なのでですね、これは男の精子もですね、もう実は分かっちゃってる。40歳以上の父親から生まれた赤ちゃんはうつの発生率が高い、言われちゃってる。つまり男もですね、ヤングじゃない本体が生産した精子はヤングでない。やばいね、これ。まあ、ダウン症などの発生率が低いは、これは真実ですね。めちゃくちゃ体力があるので、仕事と両立しやすい。応援を頼める親も若い。これあるね。やっぱ30代で産むと、親も60代とかいう感じで、もう疲れちゃって無理だわ、なんて、膝抱くって、なりますもんね。将来のキャリアの選択肢も広い。これどうしても目離せない、乳児ですね。つまり2歳ぐらいまでかな。まあ3歳になっても目離せねえけどね。この間を過ぎてもなお20代後半とかだと、そこからね、仕事で盛り返しことも可能。初めから子供や配偶者のいる人生設計は互いに協力しやすい。などなど。まあ、至極もっともですね。ネットの話。そんなんで燃えたのか。これ炎上したって意味ですね。医師としてアドバイスしただけなのに、フェミさん怖すぎやろ。昔はクリスマスまでに産んどけって言われてたのにね。私は子供いないけど、正論だと思う。フェミ様たちの逆鱗に触れたが最後、合理性など関係なく責め立てられるのです。長女を33で産んだが、若いお母さんたちの体力についていけず、ママ会も欠席しがち。これはママ会やると、まあ午後で昼飯なく食うと、夕食作りがしんどいということらしいですけどね。子育ては体力勝負で。正論言われて発狂するエセフェミ様たちですね。まあ真実ほど人を傷つけるってやつですかね。医師としてメリットを並べて、できるんやったら若いうちの方がええよ、ありがたいアドバイスしてくれたジョイさんに噛みつく頭がおかしいエセフェミたちと。正当フェミっていうのはですね、そもそも男の義務を果たすから権利もくれって、もんだったはずなんですよ。初期のウーマンリブとか正当なフェミは、男と同じく土方でも何でもやっから
権利もくれ、男並みにっていうものでした。SFM の目的ですね、共産党だの、中央共産党の忖度で、男女分断、恋愛妨害、婚姻阻止、出産妨害で、日本弱体化させることですからね。同じ目的がある SFM 同士も、しょっちゅうしょっちゅう喧嘩してなって、自分勝手で、バカなんで仕方ない現象なんですけれども、こういうバカ編に限ってですね、上から目線で説教してくるのはなんでかっていうと、バカほど自己評価が高いっていうダニングクルーガー効果だと思われます。私は以前豊島区在住のボクサーなんとかってやつにヘイトスピーチを繰り返す靴沢を議会をなんとかしろって難癖陳情出されまして、フェミ活動をしてるやつでした。ボクサーなんとか、ひどい目あったんで、バカフェミエセフェミ見かけたら即ブロックしております。私の見られて難癖つけられると嫌なんで、その陳情にですね、ツイッターでも爪でもヘイトスピーチなんかしたらアカウントなくなっちゃうんですよ。私がヘイトスピーチしてない証拠でしょって議会で反論したんですけども、私以外全員賛成しやがって、この陳情に。難癖に自民党議員ね、ヘイトスピーチ良くないって言われちゃうと反対できないっすよね、言われちゃってヘイトスピーチなんかしてねえっつってんのに、バカなのかなって、その時は思いました。私は根性が、ねじ曲がって最悪なんで、今でも恨んでます。この陳情、賛成した議員ども全員をね、いい人ぶりたい気持ちなんか、一つもありませんからね。そういえば来年、都知事選挙だなぁ。都知事になれば、コラボだの、若草だの、全部、息のね、止められるのかなぁ。あと、あれだよな、ハングルとか簡体字とか国交省のご利用しで表示しにくちゃなんねけど、それにも余計な金かかってるよな。今でも役所に通訳とか置いて、それの金もかかってるよな。東京都滞在税っつうことで、その分ね、外国人から月々いくらか取ってもいいんじゃねえかな。だって余計な金かかんだからさ、通訳置いたり、外国語表記しにくちゃなにがったり、これ理にかなってますよね。こんなんで都知事選戦ったら、いいとこまで行くのかなってちょっと考えて、おります。あとは創価学会の宗教認可出してるのも東京都だよなって思って、まあ学会は都知事選とか都議会議員選挙本気なんですよ。すげえ怒るし、何かやらかすと共産党の違反タスキ内裏のあれ、最初に発狂したのは豊島区の公明党議員でした。で、これでこれでこれで、私が代わりに、責め立てて懲罰食らってれば世話ないですけどね。というわけで、メール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。